これは昭和20年沖縄へと救援に向かう戦艦大和の姿を再現したものである。竣工時との大きな違いは両舷の 15.5 センチメートル砲を撤去し広角砲を増強、さらに多数の機銃をハリネズミのごとく搭載している。そしてこれが戦艦大和の最後の姿となってしまった。さて大和の最後の姿は多数の説が存在しており、現在でも判明していない部分があるのが特徴です。天1号作戦時の大和には菊水門と比里宝剣天の上りがあったとされていますが、これは実際に描かれなかった可能性が高いと考えられます。また近年の研究ではオーブクレーンの空中戦支柱は撤去されていたとも考えられています。戦艦大和は沈没の際の爆発により船体が激しく損傷しており、今後も最終時の姿の全貌が明らかになることはないかもしれません。